はい、どうも、はじめまして。最近ね、でかいコンテンツになりました。バンプです。はい、コメントでね、めちゃくちゃ言われてたんで、でかいコンテンツにしました。はい。ということで、今回やっていくのはね、このスタッシュ、ローグユーセク、スタッシュキーというものと、はい、こっちの、ワークショップ、ローグユーセック、ワークショップキー。この二つね、同時に検証していこうかなと思ってます。でね、まずこっち5回、で、こっちも5回、行こうかなと思ってます。どうしようかね。ワークショップキーから行こうかね。こっちから行きます。ワークショップキーの5回行った後に、次こっちも5回を紹介していきたいと思います。これをね、なんで一緒にしたかというと、多分、美味しくない。はい。これ見せるんですけど、ちょっと、値段、今、スタッシュキーの方が、値段今111万。あ、多分、1個しかないから。2個あるとき、さっき38万で売られてました。はい、無駄に高い。はい、無駄に高いのにいい部署出ない。ってこと、ワークショップキーの方はね、だいたい30万、まあ20万、30万ぐらいかな。ね、あたりで行き来してるんですけど、まあ数が、流通してる数が少ないから希少価値が上がってるだけであって、多分ね、いろいろ見たんすけど、いいもの出ない気がする。っていうことでね、今回同時にね、ちょっと5回5回で紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー。はい、ワークショップキーの方に来ました。多分ね、ここはね、普通にレーダーからはね、まだ撃たれないんで大丈夫です。はい、こっちから入ってすぐここの、どうだったかな、3つ目かな。3つ目のコンテナの中です。はい、ここワークショップキー、はい、開けまして、中にあるのはコート1個と工具箱が2つあります。はい、コートの中身は何でしょうかということでね、プレイヤー。はい、プレイヤーがありまして、はい、工具。工具の中身は何ですか。はい、WD。で、ここの上にね、ちょっとアタッチメント系も置くし、ここなんか軍用系湧きそうな気がするんだよね、この棚。はい。それではサーチ。工具箱2つ。はい。結果こんな感じです。はい。結構クソまずい。今ね、30万ぐらいだったんですけど、こんなもんっす。はい。これがワークショップの1回目です。はい。それではワークショップキー、2回目。いきます。はい。閉めるよ、あとは。オッケー、サーチしまーす。めっちゃ撃たれてる。 ZB014 んと、こんなボルト、そして暗いな。ここアタッチメント系取りまして、この上何も開かないのかな。やっぱ、はい、何もない。はい、2回目。はい、こんな感じでした。4つかな。じゃあ出して、おこおこおこ、はい、3回目、ワークショップ3回目、レッツゴー。まずボートから漁ります。鍵出てくれたら、え、 ST キー出た。え、 ST キー出た。神、マジか。お前やるじゃねえか、ワークショップ。はいはい、なんか出たね。何もない。ガチガチありがてえ。ワークショップフォース WD、 はい、今回は、はい、この ST キーと、はい、こんな感じでした。はい、これ解いて、はい、3回目、こんな感じ。やべえって、お前。 OK、 はいよ。4回目、え、この中まさかいいものが出るとかそういう感じ。さあ4回目、鍵、いた。おい、マジかいった。お腹いかれた。ちょっと待って、一回通り、ちょっと見ます。ちょっと扉、いた。通り一回見ますね。はい、お腹減ってる。やばい。はい、一通り、今回は R、はい、痛すぎる。こんなとこで死にとない。はい、今回はこんな感じでした。ヨトタキーとサプレッサー、こんな感じです。それでは5回目で会いましょう。はい、来ました。5回目、ラストですね。こっちの方はワークショップキーラスト。はい、開けまして、ちょっと怖いから閉めとこう。さっき撃たれたから。おいよ、サチ。さあ、この中からいいレアドロップ、なんでもないです。はい、ね、はい、ここを取って、こっちも何も開いてないと。OK。なんで、この中何があるかと言いますと、今回は、なんかいいの出るんだったらね、買うメリットはあるとは思うけど、ウォーターフィルター。はい、ここ。
何もない。はい、今回こんな感じでした。はい、5回目ですね。まあね、感想は後から言いますね。それでは。はい、次、スタッシュキーの方にやってまいりました。はい。ユーセックログスタッシュキーの方はこっちですね。1号ハウスの、はい、この目の前のコンテナです。はい、開けていきます。1回目、あ、3つ目だ。3つ目のとこです。はい。びっくりしたよ、ブリーチして。はい、開けました。この中は、ね、基本的に武器ボックスだったり、そうだね。まあ、こっちはまだ、ちょっと向こうよりはうまいかな。うん、ガンボックス系だったり、ちょっと閉めとこう。OK。はい。これ3つあります。コンテナとしては。まあ、向こうよりはうまいかなって感じ。おーおーおー、TG やんじゃん。あ、TG じゃない、MG。これいいね。普通にいいと思う。うん、高い。比較的高いんじゃないか。だいたい穴開いてるだと、ちょっと高いイメージだから、言ってるだけで、高くないかもしれない。多分高い。グリスリー。はい、5-7。あ、ってことで、まあまあまあ、別に、悪くはないんじゃない？こっち100回焼けるんであれば。こっち1回目でした。はい。あ、こっちも下にも落ちてんじゃん、どっちメント。はい。この下の方にもいろいろ落ちてます。アタッチメント系は多いね。ここ比較的。あ、まあ、思ったよりいいかも。うん。はい、それでは1回目終わっていきます。はい、来ました。2回目のスタッシュの。待って、間違った。スタッシュの方です。はい。ちょっとやばいな、来てんな。2回目さあ、うまいのあるのか。お、 MOE、 ちょっと待って、めっちゃいらんもんがありすぎる。ちょっと取れんな、待ってね。ちょっとちょっとないとか。はい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 。でコンデスミルクにMK、 そして武器。お、シフトあるじゃん。うわ、ここ、こっち、お、待って、スタッシュうまいかも。で、ワイポーンね。ちょっとまあ邪魔だな。はい、2回目は取れた。はい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 。で、こんなもんか。ここにある3段と、こっちにあるやつ。まあ、2回目うまいね、結構。ユーセックの、3回目。3回目です。はいよ、3回目。日はということで。はいはい、これに、マスク。まあ、つけとこうかな。で、ストック。はいはいはい、ベスト。このベストの中身は何が入ってるか。何も入ってない。OK。で、サーチマンしてるのは、この、長細いやつ。はい。で、この中は、結構いいね。アタッチメント系が落ちてるから、さっき1個前もシフト出てるし、はい、ケダール。はいはいはい。入れて。さあ、2つ。なんだ。お、UMP の作。はい。ってことで、こんなもんかな。まあ、ユーセックの3回目は、ここですね。ここの、6かな。うん、6個でした。あと、マスクね。はい。こんなもんです。それでは、はい、それでは、4回目、いきたいと思います。はい、4回目、スタッシュキーなー。お、え？開けた。何やそれ。何やその曲。はい、OK。4回目。さあ、何があるかな。はい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 。これこっち入ったね。MP なんとか。めっちゃ落ちてんね、これ。はい。はい。はい、こんにちは。まあ、武器ボックス。アタッチメントいいね。はい、サングラス。あと、ハンドガン。はい、ラストのクレート。あ、でもこっち、やっぱいいね、こっち側は。はい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 。モシンの、ごつくなるやつね。まあまあまあいいんじゃない、こういうスコープも。OK。ってことで、だいたいこんなもんでした。はい。こっちのスタッシュもないから、はい。4回目はこんな感じです。まあ結構アタッチメント系多いからいいね。よし、じゃあ5回目で会いましょう。はいよー、来ました。ラスト5回目。ちょっとさっき開けちゃった。はい。さあ開けまして。
ここから開けます。わあ、待って、引っ張るわ。ごめんごめん。ちょっと。まあ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 、いいんじゃない。シャンカとサイカ。シャンカはいいか。で、この下は何も落ちてないと。んで、はいっすか。もうこれ。2、あとは、5回目だからなんかね、いいの欲しいよね。アッパーでしょ。ルガーとか久しぶりだ。これモンスター系なんか高いんだよね。俺、さっき思った。このサイレンス多分高いよ。一個前のさ、モンスターのなんかちっちゃいさ、バレルみたいな、あれめっちゃ高かったから。OK。じゃあ今回はこんな感じでした。このパーツに、あとはルガーだったかな。はい、こんなもんでした。それでは。はい、いかがだったでしょうか。マジね、神回になったね。びっくりした。マジお前ワークショップゴミだとは思ってたけど、まさかコートに救われたとはね。よかったな、お前コートあってって感じかな。はい、5回5回やってきたんですけども、はい。ワークショップ機は、ただ今回僕の運が良かっただけだね。正直、クソ鍵だと思ってる。うん。コートからたまたま ST キー出ただけで、多分ゴミです。はい。で、こっちのユーセックも、まあ、いいっちゃいいんだけど、まあ、値段元は取れるかな。100回も行けば余裕に取れる。アタッチメント系が結構うまいから、いいなと思った。だから普通に行くなら、ユーセックキーだけでいい。このユーセックのスタッシュキーだけでいいかなと思ってます。どうですか？はい。これがね、もう参考になったよって方は、もうぜひぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。まさかね、STK 出るなんて思いませんでした。はい。はい。ね、次回予告としましてね。マークドキーがやっと出ましたので、はい。みんな、待ちに待ったマークドキーの中身をね、10回検証をお待ちください。はい。ぜひ、待っといてください。次回出すので。それでは、さよなら。